琵琶と一言に申し上げましても、日本には約5種類6種類ぐらいの琵琶が存在しまして、もともと日本の楽器ではなくて、遠く中国さらに向こうのペルシャの方から渡ってきた楽器と言われてます。日本に渡ってきたのが、まあ、千数百年前に、遠く中国から遣唐使が運んできたという琵琶がここにある。これレプリカなんですけども、正倉院の螺鈿五弦琵琶、これとあと4弦のタイプの雅楽の琵琶、この2つの種類が日本にまず入ってきたと言われてます。弾き語りの伴奏楽器としての琵琶が生まれてから、より人の声に調和するように、触りっていう効果が生まれたんですね。触りって何かと言いますと、例えば薩摩琵琶で開放弦をこう弾いた時にこうビーンってなりますよね。このビーンってなるのは、この糸とこの一番上の象牙の部分なんですけど、ここにこう微妙な隙間が空いてまして、で糸を弾くことによってこの隙間が振動して、この象牙とこの絹糸がこう擦れる音、これがビーンっていうのが、薩摩琵琶、筑前琵琶の特徴なんですけども、こういった触りの音がこう生まれることによって、より豊かな響きっていうんでしょうかね、余韻がこう響くっていうか、そういう効果が生まれて、近世の琵琶っていうのは、割とこう派手な音がするようになってきたのではないかと思います。やっぱりこう作った、楽器っていうのは、その作った人間がこうそのままの自分の性格がこう乗り移ったような感じだから、父が作ったものと同じように作ってるつもりでも同じものができない。でそれがいいのか悪いのかっていうのはちょっとまた別問題でして、父の作ったもののもいいなと思うのは、こう割合こう綺麗なこう音がするんですよね。死の糸、一番細い糸なんかね、こう余韻があって、こうその辺がもうちょっと自分にもこう備わってくればいいのかななんて思ったりはします。うちはもう最初からこの薩摩琵琶で、で薩摩琵琶が島になって、こういう雅楽とか平家琵琶とかっていうのを作り始めたの。それは白銀隊というよりね、やっぱり薩摩琵琶だけやってるとね、どうしても正倉院にある琵琶というのは頭に浮かんでくるわね。そうするといろんなこの貝入ったとか、これは別個とかさね、そういうのを使って、ああいうのいっぺん作ってみたいなというのが有名だったんだ。それからこういうの始まったわけ。こういう伝統的なものっていうのは、とかくその年寄りがやるようなものっていうようなのがなんとなくこうイメージとしてあるかもしれないんですけど、実はそうではなくて、こう若い人がどんどんこういうのにこう取り組んでいって、若い人がこう次へとこう後輩に伝え、その後輩がさらに下へ伝え、そういうやっぱり若い人が入って活性化されないと、なかなか今後厳しいのではないかと思います。まあ、鹿児島に伝わる歌なんかでも、教訓的な文句を歌った、人生の教訓か応援歌になるような内容のものもありますので、そういったものが若い人がこう、歌って、繋いでいくっていう風になっていけばいいなと思います。それには、やっぱり我々石田琵琶店としては、もういい楽器を作る、とってもいいものを作って、その演奏の
お手伝いができたらいいかなとは思ってます。